たいので持ってといてくれる？ごめんね。そしたら今度練りになりますよ。サクサクした粉をくっつけるイメージでね、少しサラサラした粉をくっつけます。はい、そしたら練りですよ。よしよしよし。はい、じゃあね、くっつけます。鉢のお掃除もしてね。こっちゃんもやるんだよ。ねりねりってやるんだよ。でもやるんだよ。お蕎麦屋さんを覗くとこうやってやってんのかな。うん。こうやってこうやってあれで棒でビヨヨヨヨンって伸ばす。うん。うん。じゃあね、ねりに入ります。うん。全部つけたら。カーブを使うんですが、姿勢はこういうふうに挟むようにしてね、でこのカーブを使って押し出す、返す、押して返す、押して返す、この繰り返しで横長になるまで、うん、横長になったら一つの時でやってると水分くっついちゃって、ここにくっついちゃうのでずらして横のを縦にする。これでもう一回押して返す、押して返す、この繰り返しなんですが、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10回やりました。この作業を繰り返すこと150回、ね、ちょっといい作業だから疲れたら交代しながらね、手のひらのここのとこを使ってね、こうやってね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。はい、頑張れ、はい、やってごらん。ここに、で、ここで、そうそう、返す、返す、返す、横長にして、お尻、お尻、縦膝、縦膝、縦膝にして、そうそう、そうそう、この力が入るからね、押して、おー、うまい、うまい、縦長になるまで、頑張れ、よし、そうそう、横長になるように、頑張れ、うまいよ、お姉ちゃん、力入れてね、横長になって、ここの手のここのところに力を入れる、ここに力を入れる。いいよ、ずらそうか。そしたらちょっとこれをずらしてる、ここで半分にして、タッと完全にして、そうそう、お上手じゃん。うん、うん、また横長にする、横に伸ばすんだよ、グッグッて、結構力いるので頑張って。こちゃんできるかな、できるかな、全部体重かけないな。もっと戻してまたやる。ついちゃう。こっちゃんもやるんだよ。はい。はい、じゃあこっちゃん交代。じゃあことこうやってここに立ってごらん。お水を上げて、でおまっこ、こ足の上にこうやって、はい、せーの、ぎゅう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 。横に伸び伸びにさせて、でもちょっと力入ってるじゃん、ぎゅ、伸び伸び、弱えな。こっちは弱えな。もっとほら横に伸ばすようにして、横に伸ばさない、はい、ぎゅぎゅ、めちゃめちゃになっちゃう。横に伸ばして、もっと強く、もっと強く、じゃあもっと強く、もっと強く、よし、よし、前に来た時なんかただ遊んでただけだよね、エプロンつけて、うん、そうそうそう、お客さんがほらお蕎麦だけ食べる人もいるから、OK、いいよ。じゃあお母さん、お蕎麦だけ食べる人もいるから、この人たちも。さすがじゃない。柔らかかったっけ。まだ柔らかいんじゃない。どんどん硬くなるんじゃない。さすがママ上手。
150回だよ。やる？ちょっとやらなくなってきて、やりやすい。でこうやってお母さんみたいにこう縦膝で、そうそう、でここで押さえて、そう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 、でギュッと押して、ギュッ。あっちっちゃう。ギュッとギュッとギュッと、そうそうそう。押すと押すんだよね。ギュッとそうそうそう。ギュッと。うん、横に広げてって。広げて広げて横に広げて。でまたずらそう。で立てして。やりやすいよ、きっと。やる、うん、結構おそばをやる人、力いっぱい入れなきゃいけないよね。うん、いや何回も何回もやるんで、一日。だから、じゃあ、こちゃん、紹介します。こちゃんやってみ、はい、ここでギュッギュッと押すの。手開けてね、このしない。ぎゅっぎゅっぎゅっ。